田村正和さんが主演したトレンディドラマや刑事ドラマはもちろん素晴らしいのですが、お父さん役を演じたドラマもまた魅力的なものが多くあります。今回はその中から親爺を取り上げ、このドラマに主要キャストとして出演した方々の現在についてご紹介いたします。親爺は2000年10月8日から12月17日まで毎週日曜日に TBS 系列の東芝日曜劇場の20世紀最後の作品として放送されていました。視聴率は 20% を超え、最終回では 28% を記録し、大和なでしこに次ぐ大ヒットドラマとなります。なお、お笑い芸人の加藤浩次さんはこの作品で俳優デビューしました。親爺はどんなドラマ？田村正和さん演じる頑固親爺神崎寛一は、世の中の乱れを黙って見ていられない男です。そんな親爺が家族のため、子供のため、そして社会のために奮闘します。神崎寛一は内科の開業医で、妻の宮子と子供3人の5人家族、家族のために懸命に働いてきましたが、その子供たちが寛一の心配の種になっています。美人ですが男っ気のない長女さゆり、調子はいいのですが将来の展望がない今時の短大生の次女すず、病院を継いでほしいのですが一路宇宙でやりたいことが見つからない長男ただし、家族からはうるさい親父だと思われていますが、自分の子供だからこそ幸せになってほしいとついあれこれ意見をしてしまう寛一でした。不器用な頑固親父が家族の絆を取り戻すために奮闘、時にはユーモラスに、時には真剣に、時には涙ほろりの展開で描かれる家族の物語です。主題歌は花、花のさよなら大好きな人、この曲も大ヒットしましたね。出演者の現在は？それではここでドラマ親爺に出演した皆様の現在に迫ってみましょう。田村正和、神崎寛一。神崎家の大黒柱で頑固親爺を絵に描いたような人物、神崎寛一を演じた田村正和さん、残念ながら2021年に77歳で亡くなりました。古畑任三郎をはじめ多くの作品に出演、今も多くの人に愛されています。田村正和さんが演じるお父さんって本当に素敵ですね。この親爺はもちろん、この後のドラマお父さんの頑固な親爺も最高でした。不器用で自分の気持ちをうまく表現できないけど、心はとても温かい家族思いのお父さんですね。田村正和さんの父は名優坂東妻三郎さん、兄は俳優の田村貴寛さん、弟も俳優の田村亮さんという俳優一家です。田村貴寛さんもすでに亡くなっておりますが、田村亮さんは現在も俳優として活躍中です。田村正和さんは映画「永遠の人」で正式デビュー、その後この声なき叫びで初の単独主演、1963年の花の生涯から5年連続で NHK の大河ドラマにも出演、また1965年の破れ太鼓では3兄弟が初めて共演しました。1966年自身が主演する映画空いっぱいの涙の主題歌を歌ってレコードデビュー、当時はこのように歌って演技する俳優さんがトレンディでした。そして映画雨の中の二人ではモッツファッションに身を包んで主演し話題になりました。その後もドラマ冬の旅で人気に火がついた田村正和さん、さらに眠り京四郎でお茶の間の人気者になります。この眠り京四郎についてはご本人が自身の代表作にしたいと相当な意気込みで臨みました。1984年のドラマうちの子に限っては田村正和さんにとってターニングポイントとなった作品です。それまでのイメージを完全に覆すコミカルな役どころが受け、子供が見てるでしょ、
パパは年中苦労するなどのホームコメディが多くなります。さらにニューヨーク恋物語などのトレンディドラマや映画ラストラブにも出演。1994年から始まった古畑任三郎では新境地を開き、10年以上にわたって演じる当たり役となります。2000年代に入ると映画への出演も少なくなります。これは映画の撮影に時間がかかることや、完成後には舞台挨拶に出なければならないことを嫌ったためだそうです。2009年のドラマ、そうか、もう君はいないのかのタイトル、今聞くと少し悲しい響きがあります。2018年には生前最後の作品眠り京四郎ザ・ファイナルに出演。田村正和さんにとって大切な作品である眠り京四郎、今回も気合が入っていたのですが、ご本人はお気に召さなかったようで、これはダメだと痛感し、オンエアを見る気にもならなかったと語っています。演技においては完璧主義を貫いた田村正和さん、俳優は夢を売る仕事、どんな人間かを知られすぎると俳優としてマイナスになる、夢を見る余地を残すのがファンや視聴者へのサービスという持論を語っています。水野美紀、神崎さゆり。神崎家の長女神崎さゆりを演じた水野美紀さんは、唐沢俊明さんと共演したコーセールシェリの CM、 ファミコンソフトストリートファイターの CM で話題になり、歌手としてもデビューします。以降は踊る大捜査線女子アナなどへの出演で女優としての地位を確立。2022年にはドラマ海の見える理髪店、異世界居酒屋ノブなどで活躍中です。また2020年からは占いバラエティ突然ですが占ってもいいですかにも出演。メガネ姿がとても知的で美しいですね。連続テレビ小説スカーレットも素敵でした。水野美紀さんと水野真紀さんが似ていて分かりにくいという声をよく聞きます。名字が同じため姉妹なのではという声もありますが、お二人は全く血縁関係はありません。そしてよく見れば見た目の印象も違いますし、生き方も全く対照的です。また女優の広瀬アリスさんも自身のツイッターに水野美紀さんとのツーショット写真をアップ。フォロワーからはそっくり、本当に姉妹だなどの反響が寄せられ、広瀬アリスさんは姉さん姉さん私たちもう姉妹だよと投稿しています。2022年4月から放送されている探偵が早すぎる春のトリック返し祭りでは、滝藤健一さん、広瀬アリスさん、水野美紀さんのやりとりが本当大好き、掛け合いが最高などと称賛されています。広末涼子、神崎すず。神崎家の次女すずを演じた広末涼子さん、ハートニエスでドラマデビューし、NTT ドコモのポケベルの CM、 広末涼子ポケベル始めるで一躍有名になります。歌手としてもマジで恋する5秒前、大好きなどのヒット曲があります。女優としてもドラマ聖者の行進、映画ポッポや送り人などに出演。2022年はドラマエンディングカット騙せない男、映画あちらにいる鬼などで活躍中です。広末涼子さんは1999年に早稲田大学教育学部に合格しましたが、入学式を含め欠席が続いていました。そして6月に初登校した時には一目見ようとする学生と報道陣らで1000人以上の人だかりができて、キャンパス内は大騒ぎになりました。広末涼子さんは2003年にモデルデザイナーの岡澤孝弘さんと結婚し長男を設けますが、2008年に離婚。理由は気持ちのすれ違いや経済的格差、そして岡澤孝弘さんと関東連合との関係などと言われていますが、真相は不明です。2010年にはキャンドルアーティストのキャンドル・ジュンさんと再婚。キャンドル・ジュンさんが主催する愛知大震災の被災地支援のイベントで出会ったそうです。キャンドル・ジュンさんはキャンドルアーティスト以外にもチャリティーイベントなどの
平和活動家としても有名で、上記のハイチ大震災や東日本大震災の際には、被災地支援や祈りの活動などを続けています。現在、男の子2人と女の子1人計3人のお子さんの母親である広末涼子さん。お子さんたちの学校行事にも積極的に参加しているそうです。広末涼子さんの家では3歳になると毎包丁を買うという決まりがあるそう。3歳で包丁を使うとはすごいですね。現在も変わらぬ美しさを保っている広末涼子さん。うまく仕事と家庭の両立を図っているようです。今後の活躍も期待したいですね。岡田准一、V6、神崎、ただし。神崎家の長男で、予備校生の神崎ただしを演じた岡田准一さんは、アイドルグループ、V6、カミング、センチュリー、神仙の元メンバーで、妻は女優の宮崎葵さん。1995年に V6 のメンバーに選ばれ、Music for the People で CD デビューします。その後、映画、木更津キャッツアイ、日本シリーズ、木更津キャッツアイ、ワールドシリーズ、花よりもなおなどで大活躍します。近年では、ドラマ、白い巨塔映画、海賊と呼ばれた男、ヘルドックスなど多くの作品に主演し、存在感のある演技で、俳優としての地位を確立。また、サントリースピリッツや、アイオイニッセイ同和損保などの CM でも活躍しています。岡田准一さんは2013年4月からは出身地の枚方市にある遊園地枚方パークのイメージキャラクタースーパーひらパー兄さんを務めています。また15、6歳の頃からカメラを趣味としており、2009年、2016年には自身が主演を務める映画エベレスト神々の三霊とタイアップした写真展を開催。さらに2022年にはV6 のメンバーを被写体とした写真展、ガイズ俺たちを開催しました。黒木瞳、神崎、宮子。神一の妻、宮子を演じた黒木瞳さんは、宝塚歌劇団に、月組の娘役として入団。情熱のバルセロナで、大地真央さんの相手役としてトップに就任。その後、ガイズ&ドールズ、ニト物語、ヒートウェーブなどに出演後退団し、芸能界へと転身します。芸能界転身後は映画化身失楽園など渡辺淳一さん原作の作品で大胆な演技を披露し注目を集めました。黒木瞳さんの夫は電通社員の一時俊夫さんが一目惚れして猛アタックしたそうです。徐々に距離が近づき、出会って1年ほどで結婚。黒木瞳さんにとって一時俊夫さんは本当に心を許せる相手だったようです。3回デートをした時に今までの恋愛とは何かが違うと感じたとのこと。やはりプライベートでは一緒にいて安心できる人がいいですよね。お二人の間にはお子さんもおり、現在も夫婦仲良く暮らしているそうです。お互いが安らげる家庭があるというのはとても大事なことだと思います。現在も女優、タレント、司会者と幅広く活躍している黒木瞳さん。最近ではドラマ、つまり好きって言いたいんだけど、映画、弥生、3月、君を愛した30年などに出演。さらに映画、十二一重を着た悪魔では監督を務めました。加藤浩次、極楽とんぼ、大平五郎。青空製薬の営業マン、大平五郎を演じた加藤浩次さんは、お笑いコンビ、極楽とんぼのツッコミ担当。吉本興業を経て、現在は、個人事務所82スタイルに所属。めちゃめちゃイケてるで、一躍知名度を上げ、ドラマ、人に優しく、クロサギなどに出演。現在も、ガッチリマンデー、スッキリ、人生最高レストランなどのレギュラー番組を持っています。2006年に相方の山本圭一さんが自ら起こした不祥事により、山本圭一さんと吉本興業との契約が解除され、コンビの解散が発表されますが、加藤浩次さんはコンビの解散は
自分と山本圭一さんが決めるとして解散の事実を認めませんでした。そして2022年4月加藤浩次さんと相方の山本圭一さんが極楽ラプソディ54からの挑戦の取材会に出席。50歳を超えた極楽とんぼがもう一度コンビとして輝くために、そして山本圭一さんが再びスターダムにのし上がるために、さまざまな企画に挑戦します。加藤浩次さんの妻香織さんは元女優で小沢凛として活動。プレイステーションの鈴木爆発で有名ですが、ドラマ成田離婚、魔女の条件、そして世界不思議発見のミステリーハンターとしても活躍していました。かつて加藤浩次さんの新居でめちゃイケ16周年のお祝いパーティーを突如行うという企画があり、ビートたけしさんが新居で大暴れ。壁に鹿の剥製を打ち付けたり、部屋の中で草屋を焼いたり、最後には妻の香織さんに抱きつくなど、やりたい放題。しかし、こんな状況でも香織さんは嫌な顔一つ見せずに、始終笑顔で対応し、鹿の剥製の釘の下にビートたけしさんのサインをもらったそうです。矢沢心、スミカ。ガングロギャルのスミカを演じた矢沢心さんは、ギャル系雑誌エッグのモデルを経て、映画バウンスコギャルズで女優デビュー。スクランブルハーツで初主演します。その後も、ドラマ新お水の花道、斎藤さんなどに出演。近年では、コウノドリ、俺の家の話などや、バラエティ番組目覚まし8ではコメンテーターを務めています。矢沢心さんは6年間の交際と5年間の同棲を経て、2007年に K-1 戦士の正人さんと結婚し、3人のお子さんに恵まれます。2022年3月に自身のインスタグラムを更新し、夫の正人さんとの結婚前の貴重なツーショットを公開。結婚前の初々しい姿が捉えられており、鍛えられた筋肉美は現在も変わらないことに驚きの言葉を投稿しています。そして正人さんの誕生日も祝福し、パパは一番という意味で一本のろうそくを立てたバースデーケーキを用意し、忙しい毎日に感謝、賑やかな毎日に感謝、元気に働ける健康な体に感謝と思いを綴っています。中村徹、堤康彦。小児科医師の堤康彦を演じた中村徹さんは、映画ビーバップハイスクールでデビュー。その後、危ないデカシリーズ、ラブストーリーを君になどに出演し、人気を博します。ビーバップハイスクールや、もっと危ないデカなどのシリーズでは、喫煙シーンが必ずと言っていいほどありましたが、中村徹さんは、タバコが大の苦手なので、あくまでも役のために吸っていたということです。また、事務所の先輩でもある松田優作さんに憧れていた中村徹さんは、生前、松田優作さんから弟のように可愛がられていました。松田優作さんが他界した時も、遺体の前で起きてください。早すぎますと絶叫しながら泣き崩れたそうです。中村徹さんは、1995年に女優の鷲尾いさ子さんと結婚。女の子を2人授かり、おしどり夫婦として知られています。お二人はドラマでの共演がきっかけで出会い交際をスタート。1994年のクリスマスに中村徹さんがプロポーズし、翌年婚姻届を提出します。鷲尾いさ子さんは筋萎縮性側索硬化症という難病と闘病中です。そして夫である中村徹さんは献身的に看病をしています。俳優業との両立という難しい課題も乗り越えた素晴らしい夫婦愛ですね。娘の美代さんはモデルとして活躍中。175cm の身長と抜群のスタイルが圧巻です。2022年にはバラエティ番組今夜比べてみましたに出演し、高校時代のエピソードや父親の愛情に関する話などで盛り上がりました。現在も俳優として活躍中の中村徹さん、最近はドラマネメシス、日本沈没、
希望の人、映画愛の眼差しをなどに出演しています。まとめ、いかがでしたでしょうか。ドラマ親父、田村むさかずさんの演じる父親像というのは理想の父親像の一つだと思います。すべてがいいとは言いませんが、このような父親がいて叱るべきだと考えます。シリアスなものからコミカルなものまで、常に自分に厳しく演じてきた田村むさかずさんの役者魂があらゆる作品から感じられますね。出演者の皆様は年を重ねるごとに輝きを増していく方も多いと感じました。